皆さんこんにちは、グンゼの前原です。今日は食品用パッケージフィルムのピンホールについて解説していきます。簡単に私のプロフィールをまとめました。ご覧おきください。今回の主題、そもそもピンホールとは何なのか。ピンホールとは大きさ200ミクロン程度の目視で確認できないレベルでのパッケージに開く微細な穴のことを指します。ではピンホールが開くとどのような影響が出てしまうのか。パッケージには食品を守るバリア効果がありますが、小さな穴から酸素が入り込み食品を酸化もしくは劣化させてしまい、美味しさが損なわれる可能性があります。よく陥るパターンとして、強くするためにパッケージを厚くするという対策がありますが、これはとても危険な選択です。最も防止策で重要なのは、まず原因を分析する。間違えばむしろ悪化する可能性すらありえます。グンゼの取り組みとしては、まずは発生要因の特定から検証までトータル的なソリューション活動を行っています。調査実績としては年間100件以上のご依頼をいただいています。発生要因の特定については、ピンホールの形状、発生箇所、発生頻度を総合的に判断します。主なピンホールの原因は大きく分けて3つ挙げられます。1、突き刺しあるいは引っかき、2、衝撃、3、屈曲または屈曲摩耗の複合要因です。この原因によって発生箇所や頻度なども大きく異なります。まず1つ目、突き刺しです。硬く鋭利なものが突き刺さり、袋同士や鋭利な内容物、カッターなどが原因で発生をします。ピンホールの形状は写真にあるように周辺の傷は少なく、半月状の形状をし、場所はランダムに発生します。充填から輸送にかけて広く発生します。続いて引っかきです。先ほどの突き刺し同様、硬く鋭利なものが引っかかって、特にライン状や段ボールのバリなどが原因で発生します。ピンホールの形状としてはひらがなのくの字の形状をし、場所はランダムに発生します。こちらも充填から輸送にかけて広く発生します。2つ目は衝撃です。極度の圧力がかかって破れ、特に重量体の落下や衝突により発生します。ピンホールの形状は破裂したように穴の周辺が伸びた形状をし、シール際に発生します。こちらも充填から輸送にかけて広く発生します。3つ目は屈曲です。特定部分の折れ曲がりが複数回発生し、局所的なストレスがかかることで発生をします。特に粘度の低い液体包装で多く見られます。ピンホールの形状は折れ曲がりの線に沿っており、細長い形状をしています。特に輸送中に発生します。屈曲と摩耗が複合するケースもあります。折れ曲がった先端が輸送中の微振動により局所的に擦れる際に発生します。特にピロー包装の四隅に多く見られます。ピンホールの形状は目視で見れないレベルであり、穴の周辺に傷が多数見られます。特に輸送中の段ボールとの擦れで発生をします。ピンホールの原因をまとめた結果がこちらです。ピンホールの形状、発生箇所と発生地、または発生頻度を総合的に判断し、具体的な対策に落とし込みます。冒頭に申し上げたパッケージを厚くする、この対策を屈曲摩耗のピンホールに対して行うと逆効果になる可能性があります。なぜならば、屈曲摩耗の原因はフィルムの硬さによる折れ曲がりだからです。最適な防止策はフィルムを柔らかくして角を立てないこと。しかしながら、どんな素材でもフィルムを厚くすればフィルムは硬くなります。そうなのであれば、原因と対策の不一致により逆効果になる、これが理由です。ピンホールの原因と過去の改善事例をもとに最適な防止策を考える
これがグンゼのソリューション活動です。ピンホールが発生した場合はぜひグンゼにご相談をください。無償で適切な改善提案をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。